3月に入りまして、はいはい、いよいよシーズン近づいてきました。あと1ヶ月そうですね、はい。まあ、鈴鹿テスト、うん、初回終わりましたけど、体の回復具合はいかがですか。まずそっちだ体ね、そうね、あの9月でオートボルスで、股関節と、膝バラバラになっちゃったんだけど、それやっぱり関節なんでね、割と長引いてるかもしれない。今決して 100% じゃないんで、リハビリとその辺うまくトレーニングとこううまくチェンジしながらやってますけど、まあ、あと1ヶ月でもちょっと厳しいなとはあるんですけど、まあ、でもオートバイに乗れる体にはなってるんで、あとはオートバイどこまで仕上げるかですけど、はい。まだその体の調子を見ながらって感じですか。そうだね、やっぱりまだ無茶できないし、今同じような怪我できないのでね、まあ、みんなそうだけど、リスクは絶対に避けてる、テストをしてますね、はい。で、まあ、体の方も調節してうまく今やれる限りのことやって合わせていきますし、オートバイもそうね、去年よりも少しでもポテンシャル上がるようにやってますし、ダンロップさんもね頑張ってくれてるんで、いいの見つかると思いますけど。じゃあ去年よりは確実に上いけるしますよ。去年開幕戦の元日よりはよっぽどいいと思いますね、はい。でタイヤも、はい、自己ベスト言っちゃうとね、優勝だからさ、それをできるかどうかはもう運次第なところあるから、まあ、それ取れるように頑張りますけど、うん。